こんにちは、池田真子です。そしてゆほです。はい、今日はゆほさんと一緒に恵比寿に来ました。はい、でゆほさんは私も出演しているママライフチャンネルのモデルさんです。で今回はまこチャンネルからゆほさんに美容整形のプレゼントですということで、これから X クリニックさんでゆほさんが二重整形の埋没法で、私がシミ取りの施術を受けに行きます。で今回の経緯としては、ゆほさんはもともと二重整形をしたいっていうふうに話されていて、そのクリニック選びで相談いただいてたんですよね。はい、ずっと二重整形をしたくてクリニックを探してたんですけど、クリニックがいろいろありすぎて分からなくて、相談させていただきました。で今回ね、ちょうどいいタイミングで、あのプリンス井上さんっていう先生と出会って、これはすぐにゆほさんに連絡しようと思って今回お話しさせていただきました。じゃあ早速いきましょう。はい、では今回二重整形の手術をしていただくプリンス井上先生です。はい、こんにちは。はじめまして、 X クリニックの井上と申します。私は X クリニックの方で、二重手術を専門にさせていただいて、その他にヒアルロン酸だったりとかボトックスなど、あとスキン施術などもさせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ゆほさんの舞台をちょっと見ていただきたいんですけど、はい、ゆほさんの方でまず何かこう先生に言っておきたいことがありますか？はい、私の舞台がまず安定してなくて、でこの舞台幅を広げて目をくっきりさせたいなって思っています。はい、わかりました。ちょっといくつか質問させていただいてもいいですか？はい、大丈夫です。まずこの二重の施術をした後、その二重の持ちってどれぐらいになるんですか？取れることとかってあったりしますか？持ちってのはやっぱちょっと人それぞれ個人差はあるんですけども、強度はやっぱり ある程度強い手術僕らさせていただいております。まあ10年とか20年とか全然持つかなといった一方で、確かに人によっては目の性質によっては早くに取れちゃう人っていうのはやっぱりいますね。でまあ、その中でもやっぱり手術の内容によってちょっとこう強度が違ってくるので、まあ、持ちやすい手術、持ちにくい手術っていうのはやっぱりあります。そうですね。痛みについても気になるんですけど、施術中だったりとか手術後も結構痛みって感じたりしますか？施術中については、まあ、全く痛くないは嘘になります。やっぱり麻酔をするので、局所麻酔と小気麻酔っていうのを合わせて使いますので、痛みは最小限にはなると思いますが、やっぱり針で最初に麻酔するときにチクチクする痛みだったりとか、まぶたの裏側から糸を通してグッと引っ張られる痛みっていうのはあります。もちろん耐えられないほどでは全然ないですので、それほど心配されることはないかなと思います。ほとんどの方は全然痛みでどうこう言われることはないですね。じゃあ裏側で手術するってことは、縫い目とかも見えにくくて割れにくいみたいなのってあったりしますか？そうですね、表面から埋没しないので、基本的にどうしても表面に糸玉っていう糸を結んだ玉ができちゃうんですね。なので目閉じた時にポコッとした膨らみが見えることがあります。に対して裏止めの手術は裏側から糸を通していくので、まぶたの裏側のところに糸玉を作る。もちろんその糸玉も柔らかい、そのまぶたの裏の粘膜の中に入れ込むので目を傷つけることはないですし、表面から玉がポコッと見えることはないです。表面しか知らなかったので裏でするのは初めてで、あ、そうなんですね、びっくりしました。じゃあシミュレーションの方からちょっとやっていきますのでね、よろしくお願いします。お願いします。この方向に外を広げる方が、まあ、ちょっと垂れ目っぽい感じは改善しやすいですね。もちろん垂れ目が全くなくなるわけではないので今の位置で、で、はい、開けてください。から行いますね。はい、はい、ここまでで何か決めてなどございますか？はい、大丈夫です。大丈夫ですかね。こちらあと一緒ですね。はい、お願いします。ゆほさんが施術をしている間に私はこのシミ取りの施術をしていきます。じゃ
あこの大きいところからいきますね。はい、お願いします。あ、びっくりした。あ、でもちょこって感じですね。もうちょっと強くしますね。うわ、なんか細い針がツンツンツンっていうような。わざとも、ヒリヒリする感じは、明日まで、はい、残るかもしれない。それで、まあ、取れたら、自然に。はい、今、シミ取りの施術が終わりました。もうすでに反応していて、照射したところは、ちょっと茶色っぽくなってきてます。痛みはなんかね、細い針がツンって刺さるような感じで、痛いんですけど我慢できる程度の痛さで、なんかちょっと癖になるような痛みでした。ここからまた経過の様子も撮っていきます。はい、施術後1日目です。昨日よりも照射したところが茶色くなってきました。もう痛みとかは全くないです。はい、施術後1週間経ちました。あれからね、自然とかさぶたも剥がれていきました。特にこの一番濃かったシミの部分も剥がれてすごく嬉しいです。もうね、シミが剥がれたことで最近はもうメイクがとにかく楽で、本当にやってよかったなと思っています。もしシミの施術を受けるか悩まれてる方にはもうぜひおすすめしたい内容だなと思いました。では特に正気麻酔何も流れないのでご安心ください。はい、正気麻酔使ったことありますか？ないですね。食べないですかね。はい、なんかお酒に酔ったような感覚で、ふわふわする感覚が出てくるんですね。冷たくなりますね。正気麻酔つけていきますね。はい、お鼻から吸っていただいて口から吐くようにお願いします。はいはい、X クロスダブル二重埋没の両目で間違いないですね。されます。なるべく目をギュッとしないようにしてください。目を開けてみてくださいね。OK です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。2日もありました。コンタクトは48時間後からなので、はい、まあ、3日目ぐらいからつけていただければ大丈夫なので、はい、お願いします。じゃあ、ゆほさんの施術が終わったみたいなので、呼びます。ゆほさん。はい。終わりました。近づく、あーすごい、二重になった、すっきり、すごい。どうでしたか？あっという間でした。あっという間でしたか？はい、痛くなかったですか？ちょっと痛みあったんですけど、うん、全然耐えれる痛みで。ちょ、近づいていいですか？あ、すごい、あのちょっとまぶた重かったのが全然なくなりましたね。なんかくっきり、くっきりバッチリになってる。見ていいですか？あ、見た、見てないんですか？まだ見てないんです。え、じゃあ、初の自分との答えです。
あのさっき私ここであのお片付けさせてもらったんですよ。なのであの綺麗になったパウダールームでご覧ください。いきます。はい。で、あ、どう？すごい、くっきり。すごいくっきりしてる。右だけちょっと腫れてるんですかね。そうですね、右の方が少し腫れてる。なんかちょっと顔が明るくなったというか、ね、そんな風に感じる。嬉しいです。はい、よかった、大成功ということで。お疲れ様です。ありがとうございました。かわいい。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。今のところ痛みとかどうでしょうか。終わってすぐはちょっと違和感あったんですけど、だんだんなくなってきてます。じゃあ何かご質問とかあれば。私やったことない会社から質問で言うと、はい、大丈夫です。その施術自体の時間って大体どれぐらいで終わるものなんですか。そうですね、大体15分ぐらいですね、うん、まあ長くても20分はかからないぐらいなのかなと思います。麻酔もされるんですね。麻酔もして、そうですね、うん、一番最初に局所麻酔をして、であの痛みを取り除いてから針糸を通していくっていう手術になりますね。ゆはさんはその時覚えてますか。意識はあるんですけど、すごい不思議な感覚で、なんか体の感覚がない状態ふわっとしてました、不思議でした。気づいたら待ってたみたいな。はい、あ、じゃあ手術中も痛みとかはなく。そうですね、なかったです。正気っていうちょっとこうお酒に酔ったような感じにする麻酔も合わせてるので、はい、なんかぼんやりしたうちに終わっちゃうというか、それこそあの二重の手術で良くないのが、やっぱりこう緊張してこうかなりギュッと目をつぶったりすると、うん、まあ結構やっぱり腫れやすかったりすることがありますので、はい、そういう意味でもまあなるべくリラックスした状態、落ち着いた状態でできるようにっていうので、今回かけてないんですけど、集中音楽かけたりとか、お好きな音楽かけてみたりとか、緊張感をするボールを握ってもらったりだとか、あ、そういうの、なるべくそのお客様のストレスにならない状態で手術するっていうのを心がけています。あと終わってからの今日のお風呂とかなんですけど、あと洗顔とはどうなりますか。一応洗顔は可能ですが、お風呂に関してはシャワーはいいんですけど、入浴とかはちょっとやめていただけたらと思います。っていうのが、あの血流が良くなると結構腫れが強くなりやすいので、まあ、最終的には腫れは引くんですけども、やっぱりなるべく腫れ少ない方がいいかなと思いますので、うん、長時間の入浴とかは避けていただく。あとはあの激しい運動だとか、うん、お酒、タバコっていうのはちょっとやめといていただくということですね。普段からコンタクトだったりカラーコンタクトされる方もいるかと思うんですけど、そういう方っていうのは術後すぐして大丈夫なんですか。基本的にはやっぱりまぶたの裏側を傷つけているので、うん、コンタクトは1日2日はちょっとやめていただく期間が必要になります、うん、なるべくメガネで過ごしていただくとかにはなりますね、うん、何かこれから気をつけた方がいいこととかってあったりしますか。まあ、一応あんまり強く目をこすったりっていうのはちょっと避けていただいたりした方がいいかな、うん、あの言うても糸で止めてるので、あんまり強くこすったりすることが多いとやっぱり糸が緩む可能性とかはありますね、うん、メイクはいつからしていいですか。メイクはもう今すぐからでも大丈夫です。お化粧は特にあの制限はないので、表面に傷がない分、逆に言うと例えば内出血とかがある方とかだと、まあ、アイシャドウとかで隠していただけるっていうのもあって、よりバレにくい手術にはなってくるので、うん、だから予算ごめんなさい、ちょっとそこはちょっと隠していただける感じでいいかなと。二重幅を決めるときにこう自分に合う幅とかを探すのってどういう風にしたらいいですかね。そうですね、まあ、合う幅という意味ではやっぱりシミュレーションしてみてご自身が気に入るって話になるんですけども、あの例えばこういう二重がいいみたいなのがある場合は、まあ、あの例えば僕のインスタグラムとか、あのたくさんいろいろな症例が載ってますので、ね、今回あのゆほさん全然術後腫れてなかったりするんですけども、実際どんぐらい腫れるのかとかね、他の症例も見てみたいっていう方は僕のインスタグラムからあのチェックしてみていただけたらと思います。では本日はプリンス井上先生ありがとうございました。ありがとうございました。ゆほさんにはこれから経過の様子を撮っていただきたいと思います。経過の様子はこちらです。10日目です。
右の内出血の色がだんだん薄くなってきました。少しずつ薄くなってきているので楽しみです。はい、ということで今回は X クリニックさんで二重整形とシミ取りの施術をしていただきました。ゆうさんどうでしたか？とっても大満足です。プリンス井上先生がすごく終わってからもたくさん褒めてくださって、うん、すごく明るい気持ちで帰れます。よかったですね、はい。で、X クリニックさんの方のチャンネルでは私が100均グッズを使ってパウダールームの収納をサポートさせていただいているので、ぜひそちらも概要欄の URL からチェックしてみてください。で、X クリニックさんでは他にも二重手術の中でもいろいろ種類があったりとか、クマ取りだったりアートメイクとかもされていて、いろんな手術があるのでそちらも概要欄の方からぜひご覧ください。では最後にイホさん、今回二重整形をしてみて、これから二重整形をしようか悩まれている方に向けて何かこう伝えたいこととかありますか？はい、最初はやっぱりちょっと怖かったりとか不安があるんですけど、クリニックの方々とても親切で皆さん優しくてとても安心して受けられました。手術してくださったプリンス井上先生もすごく楽しくて優しい先生でとても良かったです。おすすめです。はい、ありがとうございます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田真子と伊保でした。バイバーイ。